ファンダイクとアリソン連携ミスでお笑い失点。ロングボールの処理の場面。まさかの二人が交錯。そのまま二人は画角から消えて失点。何してんだ。目指すかない試合で草。ダイクとアリソンでこんなこと起きるんだから、板倉と宮安もそりゃ起きるわってな。自分にまでじゃ、代表の連携ミスが伝染したか、困惑。アリソンのせいでザイオンがトレンドになってるの草。ファンダイクとアリソンが全知全能で成り立ってたんだなぁと気づかされた。この手はいつもありがとう。アリソンの年一のやらかしここで引けたのでかい。フラーセンベルフはコスパが近年最上級の外れ補強濃厚なの苦しいな。アリソンとファンダイクが敗因なら文句ないか。MVP アンソニー・テイラーです。